タイムズの時間です。どうも、こんばんは。ユニタイムズの時間です。はい、ユニタイムズ始まりましたけど、まあ、前回はね、都知事選の、舛添さんに、エールをね、ユニタイムズから送ったわけですけども、はい、頑張ってください。ということで、今日は、おっちゃん、どういう話を聞かせてくれるんですか？はい、今日はですね、ここ数日の中で、いろんな、いただいているメッセージに対して、まだ完全なその回答ということじゃないんですけれども、はい。いただいている方に、少しずつちょっとコメントだけお返しした、しておきたいなというふうに、思います。あ、はい、了解です。まあね、ほんといろいろ、質問とかね、いろいろメッセージくださってありがたい限りですね。はい。はい。じゃあもう、早速、行きましょうか。はい、お願いします。はい。じゃあ、まず一つ目はですね、以前、進撃の巨人とか、インディゴ・チルドレンということで放送した、内容の中で、ちょっと紹介させていただいた方ですけれどもね。ああ、はい。はいはい。その後、ちょっとまた、お便りとかいただいて、はい。その中にまた質問が入ってたんですけどもね。はい。で、これは、内海悟医師っていう、その方のことについてなんですね。はい。はい。で、おっちゃん的にはね、この方っていうのは全く、知らなかったというようなことですのでね。はい。これはもう改めてまた、この方がどういう方であって、どういうことを語られているのかっていうのをちょっと知ってみてですね、回答を返していきたいなというふうに、思っておりますので、はい。現代のゲシュタルトボーイさんですね。はい。はい、ちょっとお待ちくださいということですね。はいはい。それからね、その後にまた別の方いただいているのはですね、はい。おっちゃんがそのね、イエスさんからいろんな聞いた、で、どういうふうに、聞いたのか、直接会われたのかっていうふうな、内容とかが来てるんですけれども、ああ、はい。はい、はい、ね。この辺については過去の放送の中でもね、はい、答えてる部分がありますので、そうですね。はい。はい。ぜひ、ユニタイムズ、もう少しいろいろとですね、聞いていただいたら回答は多分出てるというふうに、思うんですね。そうですね。2回ぐらい言ったんじゃないですかね、確か。そうですね。どこかっていうのは若干覚えてないですけどね。それでね、その中で、そのイエスさんのこともそうですけど、はい、第121回救世主到来のチャンスっていうことの中でね、はい。講演会の第3章で、うんぬんっていうなんか話があるんですけどもね。はい。確かこの10月27日の講演会の内容っていうのは、公式的にというかアップしてない、公表してない内容だと思うんですね。ああ、はい。うん。なので、3回シリーズの3回目か2回目かもわかんないですね。ああ、はい。あの時の、うん、あれ、誤解してるかな、はい、何回目でしょうかっていうことですけれども、その辺は結構、会の方をずっと確認していってもらったら、わかるんじゃないかなと思うんですけどね。はい。おっちゃんもあんまり、何回がどうやったかとかって、ね、わかってないって言ったらおかしいですけども。そうですね。たくさんされてるんでね。はい。そういうのもあるのでね。多分、公開してないかもわかんないです。そうですね。第3章って、これ、多分、章立てでやってた時っていうのは、公開してないんじゃないですかね、多分。そうですね。ネットでやってたやつなので、はい。なので、第何回っていうのはないかもしれないですね。はい。で、そういうこととですね、それから空情報っていう、これ結構有名らしいんですけれどもね。はい。空っていうのがあって、なんかそこでのなんかいろんな情報みたいですけど、で、ここで、はい、出てきたイエスとマホメットが親友だったっていうような内容の話とかね。はい。はい。このことに関してもね、空情報っていうのも本当にこの人から聞いて、知ったぐらいで、過去にも言ったけど、本当にね、おっちゃんってね、あんまりいろんな人のことって知らないんですよ。で、この空情報っていうのも初めてなんでね。これに関しても、はい、ちょっと一度ね、いろいろ読んでみたいと思います。そのマホメットさんのこととかについても書かれてるんだと思うんでね。はい。はい。で、それから、回答させていただきたいなと思います。そうですね。はい、皆さん本当詳しいですよね。
もういろんなね。ね、いろんなことを知られてますよね。うん、だから、あれですよね、僕もそのユニタイムズ始めるようになってから、いろんな人を知るようになりましたからね。あ、そうですよね。うん。まあ、でも、聞いてみたりとか調べてみたりとかしても、なんかやっぱりちょっといろいろ問題はやっぱりあったっていうのもこれまでなんですけれどもね。まあ、そうですね。うん。まあこの空情報とか、その、内海悟さんとかっていうのも、まあどうなのかっていうのはちょっとまだわかりませんけれども。そうですね。はい。まあしばらくちょっとお待ちくださいということですね。はい。わかりました。それと、あとさらにですね、マナさんっていう方なのかな、これがね。はい。この方もね、結構長い文章で送っていただいてて、まあ細かくですね。はい。ちょっとこう、回答返していきたいなというふうに、思ってますので、はい。結構やっぱりちょっとだいぶ前というか、ちょっと前にいただいているのでね、早く回答していきたいんですけれども、はい。もうしばらくとりあえずちょっとお待ちくださいと、はい。ということで、はい。お願いいたします。はい。まあ、ちゃんと読んでますんでね。はい。読んでますのでね。はい。はい。はい、それから、どれかな？あ、このおばちゃんっていう方からいただいたメールですね、これね。そうですね。はい。はい。で、いただいてて、この方にもですね、回答、まあ、放送でも回答返していきたいと思ってますけれども、もうメールででもですね、回答って言いますか、まあ、返事させていただいたんですけど、はい。アドレスのね、記載が多分間違ってるんじゃないかなと思うんですね。あ、アドレスが届かないってことですか？あ、あれ、メールが届かない。はいはい、帰ってくるんですね。で、パソコンのドメイン設定の問題かなと思って、まあ、携帯って言いますか、そちらの方からも送ったんですけれども、はい。もちろん入力したアドレスとかっていうのも何度も何度も確認しながら、してるんですけども、携帯の方から送っても、返ってくるというか、届かないというかですね。なので、もしできましたら、このおばちゃん、自称おばちゃんっていう方ですね。はい。もう一度、ちょっとメッセージを送っていただけると、ありがたいです。そうですね。まあ、メールアドレスをもう一度確認していただけると、感じですかね。はい。まあ、そういうことで、なんか具体的な回答っていうのは今日、特にね、取り立てて何もなかったですけれども、はい。とりあえずは、まあ、しばらくお待ちくださいということで、はい。今回のユニタイムズは、まあ、これで、ちょっと終わっていきたいなと思いますけれども、どうでしょうか。はい、はい、了解です。まあ、ね、いろんな人が、本当、こういう、まあ、質問とか、まあ、感想とか、まあ、ご意見を、こう、くださるっていうのは、とっても、発信している僕らとしてはありがたいことで、やっぱそれだけちゃんと聞いてくださってるんだなっていうふうに、実感をしてます。で、そうですね、はい。すべて僕ら全部こうちゃんと読ませていただいているので、まあ、時間はかかるかもわかんないですけど、ちゃんと、お答えもさせていただきますということですね、おっちゃん。はい、そうですね。まあ、しかもできるだけちょっとね、早く、開始できるようにというふうには心がけていますので、はい。お待ちください。はい、わかりました。まあまあ、こんなこと言うのもなんなんですけど、でも、まだまだ待ってますと。まだまだこうね、ご意見とか、まあ質問だったりとか、まあ感想とかも待ってますんで、ぜひ、送っていただければなと思います。はい。送り先を言っておきます。送り先は、info@unimix.jp。info@unimix.jp までお願いします。まあお送りするときにね、まあ、自分のメールアドレスとか、まあ、ちゃんと書いて、まあ、その確認をしてもらえたらな、まあ、一度ね、どこか、まあ、2回、3回と確認してもらえたらな、ありがたいなと思いますね。まあ、届かなかったらね、もったいないと思いますんで。はい。はい。と思います。ね、じゃあ、ユニタイムズ、今日はこの辺で終わりたいと思います。それじゃあ、また次回お会いしましょう。皆さん、さよなら。どうも、さよなら。